最後に JAS 製品についてです。 JAS 製品について丸1、丸2、丸3の順番で順次説明いたします。日本農林規格 JAS 規格とは、農林水、畜産及びその加工品の品質を保証する規格のことで、登録認証機関の認証を受けて品質を、製品を格付けし、JAS マークを表示して販売することができます。民産物については、JAS 製材品、合板 JAS、フローリング JAS などがあります。林産物の JAS 製品は、厳格な審査、管理によって、安定した品質や性能を保証した製品として、主に製材、合板、フローリングなどがありますが、リフォームで使用される多くは、主にフローリング用の JAS 製品になります。JAS 製品であることを確認するには、本事業では基本的に、県産材、販売管理表によって、JAS 製品であるかを確認します。受け取った JAS 製品の販売管理表を確認する際には、管理表が副であること、JAS 製品であることをカタログなどで確認できる品番や品名が明記されていること、製品の規格や数量に不備がないこと、製品の県産材の使用割合が 10% 以上あること、合法木材の認証が印字されていることを確認してください。住宅リフォームに JAS 製品を使用したことを証明するための写真の撮り方についてです。材料研修時に製品の品名のわかる写真と JAS マークの表示がわかる写真を撮影してください。次に JAS 製品を現場で使用している施工状況の写真を撮影してください。最後に施工後の完成写真を全体がわかるように撮影してください。品質の確かな県産材リフォームの仕上げ材として補助の対象となります。静岡県産材証明制度によって産地が証明された静岡優良木材認証製品、または JAS 製品についての説明は以上となります。